の皆様、駅ご利用の皆様、私は葛飾議会議員の鈴木信之でございます。本日はウイグル協会、ウイグルの皆様のお手伝い、この金町駅南口に立たせていただいております。今中国共産党がウイグルに対して何をやっているか、戦後東トルキスタン、このウイグルの地を侵略してもう70年以上経っている。今やっていることはまさに世界が認めているようにジェノサイドですよ。虐殺、民族抹殺、これを現実に今中国はウイグルでやってるんですね。この地では核実験場にもされている。そして強制移住、強制避妊、まさに民族を根絶やしにする、次の世代が生まれなくなるようにする。そして抵抗した者は強制収容所に入れられる。こんなことが現実に今行われております。このことを私たちは中国共産党を非難するため、国会でも最終非難決議が予定されようとしたんですけれども、なかなか抵抗勢力が強くてうまく前へ進みません。地方議会でも今少しずつ対中非難決議採択される動きが広がりつつあります。この中で私も本日はウイグルの皆さんが金町駅に来るというので葛飾区議会議員として鈴木信之もこれは黙ってられない、応援にお手伝いに駆けつけた次第でございます。結婚して子供ができなければその民族はいなくなってしまう、消滅してしまう。しかしこれまで戦後70年以上マンジュリアンと言われたあの満州の地は一体どこへ行ってしまったんでしょうか。今や内モンゴルと言われる南モンゴルは国語教育からモンゴル語を取り上げられて北京語教育が始まりました。やがて言葉も言語も失ってしまいます。チベットでは強制移住、強制避妊、そして虐殺行われてきました。ウイグルも同じです。抵抗した人は強制収容所に入れられてるんですよ。そして移住させられ、中国の皆さんがね、中国人が今度ウイグルの地に移住してきて人口侵略をかけて、だって皆さん顔を見てください。このチラシを見ていただいて、またウイグルの皆さんの顔つきを見ていただければ、そして名前を聞いていただければね、中華文明じゃないのは明らかじゃないですか。しかしその人たちを侵略していよいよ民族抹殺を図るという、そういう段階に来てるんですね。このことに気づいてアメリカでも中国とんでもない、ウイグルの皆さん助けなきゃいけないという声がアメリカ議会でも上がりました。ヨーロッパでも EU の中でもこういう声が上がってきてます。日本はどうか、まだ国会の動きが鈍い。しかし国会議員の皆さんもこのままウイグルの人たちを見殺しにしてはいけないという声が上がってきて、そして私は葛飾区議会議員でございますけれど、全国の地方議会の中にもウイグルの皆さんを助けようじゃないかという声が上がってきております。で、皆さん結婚しても子供ができない、ね、これは何も人に
勧められて結婚したり子供を作るわけじゃないけど、強制不妊手術とかね、強制的にいわゆる断種、その民族が子孫が生まれないようにしてしまう、またウイグル人同士を結婚させないとかね、長年ですよ、100年200年じゃないんですよ、1000年2000年住み続けた地から強制移住させてしまう、こういうことが行われていいのでしょう。そのことに対して私たち日本人がね、黙っていていいのか。実を言いますと、皆さん、こういうことはアメリカから発信するよりも日本から発信した方が中国にとっては非常に痛いんですね。日本から対中国非難決議で非難する声が、国民世論が盛り上がること、これを中国は恐れているんです。だから国会議員に圧力をかけて対中非難決議を阻止しようとしているんです。日本から発信すると東南アジア諸国にもそれが伝わります。そしてヨーロッパにも伝わっていきます。アメリカから発信したんでは遠いんですね。だからこそ日本に対して中国共産党はあらゆる手でね、ウイグルではそんなことを行われてません、断種、強制避妊手術、そんなことしてません、何百万人ものウイグル人を強制収容所に押し込んで虐待し、そして惨殺した、そんな事実ありませんと言ってます。しかし今はアメリカでもヨーロッパでもこれは事実として議会で語られています。日本だけだよ、国会の中でこのことを堂々と語れないのは、 NHK がこれを堂々と放映できないのは日本だけですよ。こんなことではね、日本は将来とんでもない国だと言われてしまいますよ。私たちは平和の世の中をね、享受して、こして自由に発言ができます。中国の批判もできます。しかし今日ここに立っているウイグルの皆さんはね、もう国に帰れませんよ。帰ったら逮捕されて強制収容所に入れる、もしかしたら即処刑かもしれない、こういうことを行ってきたのが中国共産党なんです。現に今行っているんですよ。まさに民族抹殺、ジェノサイドを行っている。で、皆さん、名前を聞いてもウイグルの人たちの名前、どう考えても漢字に当てはまらない。文化、伝統、歴史、これはすべてウイグルのものなんです。まさに中華文明から外れてる人たちです。で、この人たちを戦後70年前にね、侵略して、そして本日、いよいよ総仕上げです。ウイグルの人たちというね、文化、伝統、歴史、そして人を抹殺して、すべて中国共産党の支配下に置こうとして、まさにその総仕上げに今、立とうとして、でもこれを気づいたから、アメリカでもヨーロッパでも中国批判の声が上がってるんじゃないですか。日本がこれに立ち上がらなくてどうするんですか。葛飾区民の皆さん、金町の皆さん、私は葛飾区議会議員の鈴木信之でございます。今日ウイグルの皆さんがね、ウイグル協会の皆さんが葛飾金町に来てこうして訴えをする、日本の皆さんに救済を求め、助けてください、ウイグルを助けてください、この悲痛な叫びを上げるというので、私は駆けつけてまいりました。
葛飾区民としてね、そして区民を代表する葛飾区議会議員として私鈴木伸之はやはり黙ってられない。この本当に窮地に立たされてウイグルの皆さんを助けようではありませんか。国会を動かすのも、葛飾区議会を動かすのも、地方議会を動かすのも世論の高まりなんです。世論を高めることで区民の皆様、国民の皆様が声を出すことで私たち政治家は動かざるを得なくなっている。そして中国を支持する政治家は黙ります。なぜか、国民の皆様の反発ほど怖いことはないからです。だからこそ今日はウイグルの皆様の声を聞いていただきたい。そしてこのチラシをね、受け取っていただいて、ジェノサイド、人道に対する罪、ね、ウイグルの現状に抗議の声を上げていただきたいんです。ね、皆さん、強制不妊手術なんて恐ろしいこと考えられますか？ウイグルの皆さんを民族抹殺するために、子供を生まれなくする。そして、逆らう者はまさに強制収容所に押し込めて殺してしまうんです。今まで何十万人殺された、いや何百万人殺されたか実態がわからない。これが現実なんです。これが全て事実なんです。このことを訴えに今日ウイグル協会、ウイグルの皆さんが金町に来てくれています。葛飾区民の皆さん、ぜひともね、今日はウイグルの現状を知っていただいて、そしてウイグルの皆さんを助けてください。皆さん、ウイグルの皆さんを助けましょうよ。このままだと中国共産党によってね、近い将来、本当に近い将来、ウイグルの皆さんがこの地球上から抹殺されてしまうんです。言語も奪われ、そして人も奪われますよ。命を奪われてるんですから。今このことに気づいたアメリカ議会も立ち上がります。ヨーロッパ諸国も立ち上がりつつあります。日本がね、声を出せばアジアにこれも波及していきます。ぜひぜひ皆さん、国民世論の声を高めましょう。中国共産党がウイグルの地で何をやってるか、ウイグルの皆さんを、民族を抹殺するために強制不妊手術、強制移住、そして中国人の人口侵略をかけて、そしてこのウイグルの皆さんのふるさとの地を核実験場として汚染させている。自分の土地じゃないから平気なんで、そんなことはね。でもこんなことは許せませんよ。ぜひぜひね、このジェノサイド、民族抹殺、このことを葛飾区民の皆さんは今日チラシをぜひ手に取っていただいて、ウイグルの皆さんを助けなきゃいけないな、正義感を振り立たせていただきたい。ウイグルの皆さん助けましょう。中国共産党によって今まさにこの地球上から抹殺されようとしているのがウイグルの皆さんなんですね。戦後中国に侵略されて、中国共産党軍に侵略されて、トルキスタンの地が中華人民共和国の範疇に入ってしまった。そして今70年以上経過して、次何が起きている。土地を奪った後は言語を奪い、名前を奪い、人の命を奪う、次の世代が生まれないようにする、
それは強制移住、強制避妊手術、そして人工侵略。実は皆さん、これは戦後中国がやってきたこと。満州もいつの間にか、マンジュリアンと言われた満州の皆さんも消えてしまった。今モンゴルが国語を奪われてなくなろうとしている。内モンゴルと言われる南モンゴルね。そしてチベットはまさに虐殺を受けてきている。これが中国共産党が周辺諸国周辺民族に行ってきたジェノサイドの実態です。日本はこれを口をつぐんできた。なぜか、口をつぐむことによって中国の巨大なマーケットに進出したい大企業の声を重視してきた。でもこれが間違いだというのはこのコロナ禍で分かったじゃないですか。このコロナ禍で中国から疫病がやってきて、私たちは非常に苦しい目に遭った。まさに中国からのコロナウイルスで私たちの生活も破壊されてしまった。でもここで気づいたことはね、中国がなくたって日本にはやっていけるんじゃないかということを実は気づきませんか。そうなんですよ、気づいてほしいんです。中国は私たちのサプライチェーンの中に、産業構造の中に入ってなくても、実は日本の産業というのは成り立つようになっているんです。でもね、やがてこれが進んでいくと、ウイグルの皆さんが抹殺されて、モンゴルが抹殺されて、チベットが消えて、次狙われるのはどこ？台湾ですよ。台湾がなくなると沖縄、つまり日本が明日のウイグルになるんです。日本がウイグルと同じような目にやがてなるんです。だから私たちは今でも人工侵略を受けてます。私は人工侵略だと認定しております。葛飾区議会議員である鈴木伸之は、今日本は人工侵略を受けて、そのように認識しております。こういう発言をね、議会の中で発信するのは私ぐらいのものですけれど、しかしやがてこういう声を大きくしていかなければなりません。そのためには国民の皆さんがね、このウイグルの現状を認識してもらう、知ってもらう、ウイグルの皆さん助けなきゃいけないなと、そういう正義感を振り立たせていただく。それによってね、葛飾区議会の中でもウイグル人の人たち助けようじゃないか、中国とんでもないことやってるんじゃないか、この発信ができるようになるんです。ぜひぜひ花町駅周辺ご利用の皆様、今日はウイグル協会、ウイグルの皆さんのこのチラシをね、手に取っていただいて、今中国共産党がウイグルの地で何をしているのか、ジェノサイドとはどういうことなのか、民族抹殺ですよ。ウイグルという一つの民族を抹殺するために、子供を生まれなくする強制避妊手術、そしてウイグル人同士の結婚をしないように強制移住、そして中国人の人口侵略を仕掛ける、つまりウイグルから文化も伝統も歴史も奪い去って、言語を奪い去って、その次は命まで強制収容所で奪い去ることになります。でこういうことをね、やはり許してはいけないんです。許したら今日のウイグルは明日の日本ですからね。皆さん、必ず日本も同じ目に遭います。ウイグルが抹殺されたら、次はチベットも内モンゴルも消えていきます。今や内モンゴルはモンゴル語教育を取り上げられてしまったんですか。その次は台湾がなくなる、台湾という国もなくなる、その次は沖縄ですよ。沖縄も飲み込まれていく。やがて日本にも人口侵略をかけて、
多くの異民族の人が来た時にどうなるか。ここはもともと日本のものじゃなかった。今ウイグルの皆さんがね、行われていることが起きてくるんです。文化も伝統も歴史も日本のものなんかないんだというような価値観を植え付けられてくる。今まさにウイグルの人たちは、ウイグルの歴史は古いんですよ。何百年どころじゃない、千年二千年単位ですよ。この古い歴史をなかったことにされようとしてるんですから。ウイグルの皆さんと名前をね、聞いてください。名前を聞いたら中国人じゃないというのよく分かる。言葉も違う、名前も違う、つまり文化も伝統も歴史も違う。で、この人たちをまさに今抹殺しようとしているのが、世界がジェノサイドと認定している中国共産党が行っている民族抹殺計画、ウイグルに対する民族抹殺計画です。葛飾区民の皆さん、ぜひぜひね、ウイグルの皆さんを助けてください。ご協力をお願いします。ウイグルの皆さんを助けられるのはね、今まさに日本ですよ。日本、日本国民が大きな声を出せば、それはアジアに響きます。そしてやがて中国共産党はその声に押される時が出てくる。国内も乱れ始める。日本が助ければね、天安門事件がありましたけれど、三十数年前にあったけれど、あの時日本は助けてしまったんだよね。中国を助けたんですよ、あの時。本当は江沢民が、あの時、世界から中国はまさにね、パーティーされる寸前だ。ところが日本がそれを助けて国際社会に戻してしまう。今度同じことを習近平に対して日本はやったら、世界の物笑いになりますよ。実は来週18日土曜日は有楽町で北京五輪ボイコットのね、デモや演説会が有楽町で駅前あります。私もそれに参加します。今中国に対するね、こういう批判が、大きな声が出始めてる、まさにね、私はチャンスだと思ってます。コロナ禍の原因はどこでしょうか。湖北省武漢市から始まったんですよ、私たちの苦しみは。そして日本以上にね、もう民族抹殺という、もう待ったなしの、まさに崖っぷちから崖に突き落とされようとしているのがウイグルの皆さんなんです。金町の皆さん、ぜひぜひウイグルの皆さんを助けようじゃないですか。ウイグルの皆さんを助けてください。金町の皆さん、ウイグルの皆さんを助けてください。ご協力をお願いします。私は葛飾区議会議員の鈴木信之でございます。今日はウイグル協会、そしてウイグルの皆さんがね、金町駅南口に来て葛飾の皆さんに訴える、救済を訴えるということで、私も駆けつけてまいりました。区民を代表する区議会議員という立場でね、私も勇気を持って区民の皆様にウイグルの方たちへのご協力、そして救済を訴えさせていただいております。ぜひぜひ葛飾区民の皆様にはこの葛飾の世論を盛り上げていきたい。ウイグルを助けようというもの世論、そしてウイグルの人たちを見殺しにしてはいけないという世論です。葛飾発の世論を盛り上げていきたい。私はそのように考えています。一つの民族を抹殺する権利なんて誰にもありませんよ。中国共産党がいくらその施政権下において支配していようと、ウイグルの人たちを、民族を抹殺するしていいなどという権利はないんです。
名前を奪うこともできない、言葉を奪うことも決してできない、歴史を奪うことはなおできない、命を奪うなどというのはもってのほかじゃないですか。葛飾区民の皆さん、ウイグルの皆さんを助けましょう。ウイグルの皆さんを助けるために葛飾区民が立ち上がってください。そしてこのチラシを受け取っていただいてね、この内容をよく読んでいただいてご協力をお願いしたい。ウイグルの皆さん、今まさにこの地球上からウイグルの皆さんが抹殺されようとして、抹殺ですよ。だからアメリカ議会ではジェノサイドという言葉を使ってるんです。ジェノサイド、虐殺です。虐殺、民族が消滅しようとしている。これは許しちゃいけませんよ。こんな中国共産党によるね、横暴は許しちゃならないんです。ぜひぜひ日本の、まさに日本の正義をね、見せようじゃありませんか。日本初の正義をね、まさにここ葛飾から発信しようではございませんか。ぜひぜひ金町の皆さん、今日はせっかくの機会でございますから、このウイグル協会のウイグルの皆さんが作ったチラシ、これを受け取ってください。そしてね、今中国がウイグルという一つの民族を抹殺するために何をしているのか、どんなひどいことをしているのか、どんなジェノサイドが行われているのか、こういうことをね、ご理解願いたい。そして知っていただきたい。知っていただいたらご家族でお話ししていただきたい。少数民族、いや少数民族とか大きい民族だけじゃなくて、全ての民族、全ての国、それはね、多文化共生ってよく日本では使いますけれども、多種多様な価値観と言いますけれども、それを発信する日本人こそね、ウイグルの人権、ウイグルに対する尊重というのを声高らかに声を上げなきゃいけないんじゃないですか。多種多様なんですよ、世界は。ウイグルの人たちはウイグルの人の歴史の中で育ってきたんです。言葉も名前も文化伝統すべてです。それを強制移住させられたり、子供ができないように強制避妊させられたり、ウイグル民族が根絶やしに消滅させられるような、そんな政策が実行されている。これは絶対に人類史上あってはならないことです。これを行っているのが、今まさに現在進行形で行われているのが中国共産党によるウイグルでの支配です。ウイグル支配でまさにジェノサイドが行われている、民族抹殺、虐殺が行われているんです。これに対して日本から大きな声を発信して、中国やめなさい、ね、チャイナストップ、これを発信しなきゃいけないんです。まさに中国やめなさいという声をね、日本から発信すること、実は中国共産党はそれが一番怖い。今コロナの発信源として世界的に批判を浴びている。だからこそ日本にすり寄ってね、あの天安門事件が起きた時と同じように、日本を介添え人として国際社会にまた復帰しようとして、でも今度同じ間違いをしたら、それこそ日本がまさに世界から何やってんだ日本は、叱られますよ。だからこそね、この象徴的な、まさに中国がやっている象徴的な問題、ウイグルの人たちに対するジェノサイド、ウイグル人虐殺、民族消滅、これを取り上げて許してはならないという声を日本発、まさに葛飾発で発信しなければなりません。私は
葛飾区議会議員の鈴木信之でございます。花町駅ご通行中の皆様、駅周辺ご通行中の皆様、こんにちは。葛飾区議会議員の鈴木信之でございます。朝はこちらの場でご挨拶させていただいております鈴木信之でございます。今日はですね、皆さんこの水色の帽子キャップをかぶって、そして、皆さん初めて見る方もいるかもしれません、この水色の青い旗、これはですね、今ウイグルという言葉がたまにニュースや報道でご覧になる方、耳にする方はいらっしゃると思います。これね、東トルキスタンとも言います。中国の今は中華人民共和国の一部とされてますけれども、ここの人たち、どう見ても顔を見ても、そして言語、つまり文化、伝統、歴史、これ全て中国人とは違いますよね。しかし今侵略を受けて、周辺諸国を過去最大に膨張しているのが今中国ですから、その歴史の中で彼らが繰り返し行っていることは人口侵略と、そしてジェノサイドなんですね。ぜひ金町の皆さんにはね、このウイグルの皆さんの現状を知っていただいて、ぜひ助けていただきたい。国会でも対中国非難決議、これなかなか決議されませんけれども、しかし今地方議会でね、この動きが広がりつつあります。近々岩国市でも、市議会が今、採択へと行って向かっております。こういう中でね、ぜひぜひ、この葛飾区、私も葛飾区議会議員を務めておりますので、この葛飾区の皆さんにこのウイグルの現状をね、知っていただきたい。中国じゃないんですよ。でも中華人民共和国の一部となっていてね、じゃあこれが平和にウイグルの人たちが暮らしているか、とんでもない。このチラシを見ていただければわかるんですけど、ジェノサイドの意味というのは民族が滅ぼされてしまう、今本当にひどい目に遭ってるんです。それは拷問に遭ってる、もちろん強制収容所に入れられる、もちろんそれだけじゃなくて避妊手術、またウイグル人を絶やすためにね、ウイグル人同士の結婚をさせない、つまり人口侵略して移住させられる、また移住してくる、またこの地は核実験場にもなってます。こんな悲惨な思いをして、そして今ウイグルの人たちはまさに民族を根絶やしにされようと、滅亡されようと、そういう方向に中国共産党によって行われてるんですね。これをジェノサイドと言わずして、何をジェノサイドというのか、民族虐殺です。ぜひぜひこのウイグルの皆さんたちを、日本国民の皆さん、葛飾区の皆さん、金町の皆さん、助けてあげてほしいんです。こういう事実をね、アメリカから発信するよりも実は日本から発信した方が有効なんですね。日本のメディアから発信すると、中国共産党は非常にナーバスになります。そしてヨーロッパ、そしてアジア諸国にもこれが伝わっていくんです。この中国の隣のね、海洋国家日本から、この中国による虐殺ジェノサイドの事実、ウイグル人がこんなにひどい目に遭ってるんだということをね、ウイグルの皆さんがこんなにひどい目に遭ってるということを日本から発信するということがね、皆さん大事なんです。だから今日は金町の皆様にお願いに来てます。
私葛飾区議会議員の鈴木も一緒に活動して皆様にお願いしてるんです。ぜひぜひご協力をお願いしたい。中国共産党によるジェノサイド、ウイグルの皆さんがどんなにひどい目に遭ってるか、民族がなくなってしまうんですよ。消滅してしまうんです。強制避妊、ね、不妊手術、それどころかウイグル人同士でもう子供を産まないようにする人工侵略を仕掛けて強制移住させられる、逆らえば強制収容所に入れられる、こんなことが許されるんでしょうか。ありがとうございます。私たち平和な日本でこうして週末を楽しんでね、金町にショッピングに来ている方もいらっしゃると思います。でもその時間を少し割いていただいて、中国によるジェノサイド、このウイグル、ウイグルというのはこのチラシを見てもらって分かるようにね、どう見ても中国人じゃない。そして文化、伝統、歴史、言語、名前を見ても中国じゃないですよ。中華文明に入ってない。その国をね、軍事力で侵略して、侵略した上に民族抹殺を図っている、こんなことは許していいわけがないです。これを日本国民が見逃していいのか、言い訳ないですよね。国会でも対中国非難決議しなければなりません。そして地方議会でもね、働きかけていかなければなりません。そしてそのためにはまず国民の皆様、葛飾区では葛飾区民の皆様がこの中国によるジェノサイド、民族抹殺ですよ、ウイグルの人たちを抹殺しようとして、文化伝統歴史を消し去ろうとして、内モンゴルではね、とうとう小学校からモンゴル語をなくして北京語にしようとしてるんです。こういうことをね、周辺諸国を飲み込んで侵略した後に行っていくのが今の中国のやり方なんですね。そして逆らう人は強制収容所に入れる。今ここで活動しているウイグルの皆さん、もう国に帰れませんよ。だって連絡したら迷惑かかっちゃうね。向こうで連絡した人が中国の公安警察に調べられるどころか、下手をすればそれだけで強制収容所に入れられてしまう。だから日本にいるウイグルの皆さんがこうして街頭に出てくるということは覚悟を持ってやってるんです。もうやらなければ自分たちが消え去ってしまう、この地球上からいなくなってしまう、仲間が殺されちゃう、強制収容所で殺されてしまう、そういう危機感を持って皆様に訴えてます。私は地元葛飾区議会議員の鈴木信之でございます。朝はこちらでご挨拶させていただいている鈴木でございます。今日はウイグルの皆さんのお手伝いにやってまいりました。葛飾区民の皆さん、正義感を持って立ち上がりましょう。ウイグルの皆さんを助けましょう。そして中国共産党のジェノサイドをストップしましょう。虐殺、民族抹殺などというのは許されません。まさに世界はね、多様な、多種多様な文化があって、言語があって、民族がいて、それをお互いに認め合うべきなんですよ。日本もウイグル人もね、これはみんなそれぞれの歴史があって、名前も違う名前をつけてきて、それを抹殺するなんてとんでもないじゃないですか。ぜひ葛飾区民の皆さん立ち上がってください。そしてチラシをまず手にしてください。ウイグルの皆さんを助けてください。ご協力お願いします。お願いします。私たちは日本ウイグル協会とそれの支援者の集まりです。私たちは今日こちらで
話、中国の侵略によって被害者になっておりました東トルクさんが現在何が起きたことを皆様に訴えと思って街頭活動をやっております。現在東トルクスタンで300万人の住みもないウイグル人、カザフ人が使用されておれ、安否が確認できない、連絡できないことになっております。この中で在日ウイグル人の家族たちもいらっしゃっております。今、この300万人の人がジェノサイドの対象になっております。中国政府は現在史上最大の使用場を応援しております。こちらの人のこと、日本の皆様の生活と関係があると思います。これは使用された人が強制労働されて生産したいろいろな製品が日本の市場のも輸入された可能性があることです。ぜひ皆様、チラシを受け取って現在の状況を確認した上でウイグルを応援していただきたいです。ぜひよろしくお願いします。現在東トルクスタンで300万人のウイグル人、カザフ人含めて300万人の罪もない人がジェノサイドの対象になっております。現在在日ウイグル人も自分の家族の安否を確認できない、連絡取れない状況がこれまで3年ぐらい続いています。私たちは在日ウイグル人と日本ウイグル協会のメンバーとして、今ウイグルで東トルクスタンで起きたこのようなことを日本の皆様に訴えたいと思って街頭活動をやっております。ぜひ皆様はチラシを取って状況を確認した上でウイグル人を応援していただきたいと思います。よろしくお願いします。ぜひ皆さんね、これを理解していただきたいんですね。私もずっとウイグルの運動は、ウイグルだけじゃなくてね、対中国の少数民族弾圧、虐殺ですよ。チベットもモンゴルもウイグルも、今ね、東トルキスタン、ね、トルキスタンって言葉が出ましたけれども、でもまさにね、これは中華じゃない。中華民族でもないし、中華人民共和国に含まれるのもおかしいんですよね。侵略を受けた上にそこでジェノサイドが起きてる。でこれをずっと私、鈴木伸之も訴え続けてきました。運動として活動してきました。で今まさにね、地方議会でも非難決議が、起き始めてる。でこの間山口岩国でもありましたけれども、こういう動きも出てきているところですからね。今日はせっかく私の地元である葛飾区にね、彼ら来てくれましたんで、私も参加してね、ぜひ皆さん、この事実をね認識していただきたい。日本国民の声でね、これを発信していただきたい。アメリカから発信するよりも、実は対中国というのは日本から発信するのが非常に影響力があるんですよ。例えば外国人記者クラブなんかでアメリカから発信するよりも日本から発信した方がアジア諸国、それからヨーロッパにまで、配信されるんですよ。だから日本国民がこのことに関心を持ってね、中国はね、なんてひどいことをしてんだと、ウイグルの皆さんとね、連帯しなきゃいけないって、そういう認識を高めていきましょう。お願いします。お願いします。